クリスチャン三世、クリスチャン三世、クリスチャン3、1503年8月12日から1559年1月1日は、デンマークノルウェーの王、在位、1534年から1559年、フレゼリク一世とブランデンブルク選定校、ヨハンツィー・ツェロの娘、アンナの息子、白尺戦争に勝利、デンマークノルウェーの宗教改革を進め、 支配地域をルター派の国家とした。スウェーデンが独立した後、1537年にカルマル同盟を再編し、1814年まで続く、デンマークノルウェード訓練合王国が成立した。1503年、当、フレゼリクが主に居住していたゴットルフ城で生まれた。1514年、10歳の時に母アンナ・フォン・ブランデンブルクが死亡し、4年後に父は、 ソフィー・アポメルンド再婚た。1523年、父が、いとこのクリスチャン二世を廃位し、フレゼリク一世として、デンマーク王に即位した。不王即位後の若きクリスチャンの初の公務は、クリスチャン二世を支持するコッペンハーゲン弱体化であった。1526年に、ホルシュタイン公及びスレース美公に、就任。1529年には、ノルウェー総督。 副王に就任し、し行政手腕を発揮した。クリスチャンの最初の教師であるボルフガング・フォン・ユテンホフとルター派、プロテスタントの家庭教師であるヨハン・ランツァウはクリスチャンに深い影響を与えた。彼らの勧めにより、1521年にクリスチャンはドイツへ留学し、ボルムス帝国議会でマルティン・ルターの講演を聞いた。ルターの講演は彼を深く引きつけた。 クリスチャンはルター派の考えを秘密としなかったし、彼の辛辣な批判はカトリックが多数を占める、デンマーク王国三次会、ヤフォーとの衝突を生んだ。カトリックの司教の反対にもかかわらず、彼の統治下にあるスレースビ広告ではルター派の布教が行われるよう、クリスチャンは最善を尽くした。ルター派の導入により、父の死去に伴う後継争いでは司教たちは、イボテイのの反ス、 お候補として挙げることとなった。父が1533年4月に死去したことに、伴い、同年6月に、デンマーク王国参事会は、後継ぎの選出を行うこととなった。クリスチャンがルーテル派であることから、参事会の多数派である聖職者やタカは、クリスチャンの国王即位を拒否、クリスチャンの異母帝のハンスを擁立しようとしたため、参事会は、国王選出を延期した。 翌1534年には、オルデンブルク博、クリストファ、以下、クリストファ博がリューベックなどの支援を受け、クリスチャン二世の福井を名目に挙兵し、ここに2年にわたる、伯爵戦争が始まった。宮廷長官のスゴ凄家は、クリスチャンの国王即位を図り、7月4日に、ユラン半島東部ののストリート、サンエス教会で貴族を召集し、参事会を開催。 クリスチャンの国王即位を決定し、8月18日には、クリスチャンは国王に即位した。クリストファー博は、チェラン島、スコーネ、ハンザ同盟、ユラン半島北部やフィン島の農民の支持を受ける。一方で、クリスチャン三世は、ユラン半島の貴族の支持を受けていた。クリストファー博の支持を受けたナノリクレメント、率いる農民軍は、ユラン半島北部を襲撃、荘園を焼き、 ルーテル派の貴族の所有物を略奪した。貴族軍は、スフェンストラップの戦いでも船乗り、クレメントの軍に敗れ、クリスチャン三世の王位は、風前の明かりであった。クリスチャン三世は、ハンザ諸法と交渉し一時の講和を結ぶことで、ヨハンランツァウ率いる北ドイツ出身の傭兵を、ユラン半島北部に派遣することが可能となった。12月、ヨハンランツァウは、 ユラン半島北部のオールボーを吸収し、船乗り、クレメントの軍隊を撃破し少なくとも二千人の農民兵を殺害した。船乗りクレメントは一命を取り留めた者の捕虜となり、1536年には死刑が執行され、船乗り、クレメントの引き裂かれた頭部には鉛の王冠がかけられ、切断された獅子は張り付け棒につけられた。ユラン半島公約後、クリスチャン三世は、 スコーネの獲得を図り、スウェーデン王グスタフ一世に助力を求めた。グスタフは軍隊をスカンジナビア半島南部のスコーネ、ハランドに展開し、ラシュルトで農民軍を撃破した。その後、スウェーデン軍はヘルシンボリオ1535年1月に攻略した。ヨハン・ランツァーは1535年6月にクリストファハクの軍隊をピュン島で破った。その後、 ヨハン・ランツァウは、マルメート・コペンハーゲンを攻撃し、1536年7月29日に、コペンハーゲンが降伏し、白爵戦争は終結した。白爵戦争終結後、クリスチャン三世は8月12日に、司教逮捕を皮切りに、宗教改革を推し進めていった。10月には、聖職者を抜きに、諸公会議を開催し、教会領の没収。 ノルウェーの一地方家、息子、フレゼリクを後継と認める即位憲章を承認させた。翌1537年には、教会法を制定し、コッペンハーゲン大学を復興、ルーテル派の国境化を推進していった。白爵戦争後のデンマークには、対等するスウェーデン、クリスチャン二世と、遠赤関係がある神聖ローマ帝国が外交面で、潜在的な脅威として存在した。 スウェーデンとは1541年、50年間の軍事同盟であるを結び、同年にはフランスとも同盟し、新聖ローマ帝国を建成した。翌1542年には、フランスと新聖ローマ帝国が交戦状態になり、デンマークはフランス側で参戦したが、その後、新聖ローマ帝国とは1544年、シュパイアーでを結び、 フランスと同盟を解消する見返りに、クリスチャン2世の相続者に対して支援しないと認めさせた。スウェーデン、神聖ローマ帝国との平和関係の構築に成功したことで、デンマークは、その後、シュマルカルデン戦争へ参加せず、クリスチャン3世の残りの知性は、平和が保たれた。1525年にザクセン・ラウエンブルク公、マグノス一世の娘ドロテアと結婚した。 以下は二人の愛の子である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。